夜中にトイレに起きる回数が増えてきた。日中もしょっちゅうトイレに行きたくなる。これらは実は寿命が縮まるサイン。こんにちは、本解説チャンネルのサムです。今回は堀江茂雄さんが書かれた寿命の9割は尿で決まるという本を解説します。この本はこんなあなたにおすすめです。病気の兆候を早めにつかめるようになりたい、一生健康を維持したい、そんな方におすすめの本です。いきなりですが、尿、普段から私たちの生活から切っても切り離せないものですよね。あまりに当たり前のことすぎて、特に何も考えずにただするだけになっているのが普通だと思います。しかし実はこの尿、健康の維持のためにとても重要なものなのです。健康診断にはいつも尿検査の項目がありますよね。このことからもわかる通り、尿は自分の健康を測るためのバロメーターになります。尿の状態が体内に取り入れたものの状態を反映すると、そういうイメージです。入ったものが出てくるものに関係するという話です。これに加えて尿の出る頻度も健康状態を表す重要なファクターです。尿が出る頻度というのは、尿を溜めておく期間、膀胱のしなやかさと密接に関係しています。そしてこの膀胱のしなやかさは血管のしなやかさと密接に関係しています。つまり膀胱のしなやかさイコール血管のしなやかさということです。膀胱が硬くなってきている、これはなかなかピンとこないかもしれません。しかし血管が硬くなってきている、これが健康に悪いということはすぐにわかりますよね。最近尿の回数が増えてきたとか、夜尿意で目が覚めてしまうとか、そういった尿のトラブルが起こっている人は、実はこの膀胱のしなやかさイコール血管のしなやかさが失われていることが多いということです。今回の動画では尿にどんな症状が出ていると、どんな病気が疑われるのか、そしてどうすれば健康な状態でいられるのか、このあたりについて重点的に解説していきます。というわけで、いつも通り最初にこの動画の結論を言っておきます。結論、異常の兆候が見られたらためらわずに病院へ。健康な尿の維持には運動と食事の改善を。というわけで、この動画では 1. 健康な尿とは、 2. 尿でわかる病気のサイン、 3. 尿の健康を維持する方法という順番で解説していきますので、ぜひお楽しみください。 1. 健康な尿とは、まずは尿の基本的なところからお話ししていきます。尿は腎臓で血液から作られます。血液には栄養素や酸素を臓器に送り届ける機能だけでなく、体内で生じた老廃物や有害物質を回収する役割があります。そして汚れたものを回収した血液は体内を循環していく過程で腎臓でクリーニングされます。いわば腎臓は体の中の洗濯機のようなものだと言えます。どのように洗濯をするのかというと、血液の中の必要な成分、細胞やタンパク質と残りの老廃物や有害物質などを大量の水とともにろ過によって分けるという方法です。これが原尿と呼ばれるものになります。しかしこの原尿がそのまま尿になるわけではありません。原尿の大半 99% は再吸収されます。原尿の大半は水分です。いらないものをろ過するときに一緒に大量の水と流してしまうので、大半が水分になってしまうということです。このあたりのイメージも洗濯機と似ていますね。しかし洗濯機と体内とで違うのは、この水分のうち必要な分を回収するということです。これはなぜかというと、血液の濃度を調整するためです。簡単に言うと、体内の水分が足りず血液が濃くなっている時は水分を多めに再吸収します。逆に水分の取りすぎで血液が薄い時には水分を少なめに再吸収します。体ってうまくできていますね。これらの過程で必要な分を再吸収しきると、残った液体は膀胱に流れ込み尿になるということです。膀胱は尿の貯水タンクです。健康体では膀胱の容量が増えてくると尿意が起こります。この膀胱の容量は一般的に 300ml から 400ml で、この中に尿が 150 から 200ml くらい溜まると尿意が起こります。満タンまで溜まる前にちょっと余裕を持って尿意が起こるようになっているということです。このちょっと余裕があることにより尿意を感じてもしばらくは我慢できるということです。そしてこの尿の排出ではちょっと複雑なことが起こります。尿は溜まったからといってコップから水が溢れ出すように流れていくというわけではないですよね。ここではいくつかの筋肉の連携プレーが起きています。というのも、膀胱自体の筋肉がギューッと収縮する一方で、膀胱の出口の筋肉、内尿道括約筋という筋肉はふわっと緩んで、これにより尿は尿道を通り体外に排出されます。このように筋肉の収縮と弛緩が同時に起こることで、尿は勢いを持って外に出ることができるということです。ここまでが尿に関する基本的な話です。
続いて健康的な尿とは何なのかという話に入っていきます。健康的な尿、すなわち解尿の条件は十分に溜める、すっきり出し切る、この2点にまとめられます。当たり前の話じゃんと思う方もいるかもしれませんが、若い方の場合は大抵問題なくこの解尿ができます。しかし男性なら40歳、女性なら50歳くらいから多くの方に頻尿、残尿感、尿失禁といった症状が現れ始めます。では一体なぜこういった症状が出てくるのか。それは膀胱の筋肉の衰えが原因です。膀胱の筋肉は厚いゴム風船のような筋肉の袋です。これが年を取るにつれて伸縮性のない紙風船のようになっていきます。膀胱の伸縮性がなくなってくると、解尿の条件の一つである十分に溜めるということができなくなり頻尿になります。そして膀胱の筋肉が衰えると収縮する力が弱まります。先ほど排尿は膀胱の収縮と膀胱の出口の筋肉の弛緩、この2つの連携プレーであると説明しました。ですのでこのうち膀胱の収縮が弱くなってしまうので、排尿に時間がかかるようになったり、尿ができらずにいつもなんとなくトイレに行きたい感じになってしまうということです。これが解尿の条件の2つ目だった、尿が膀胱からスムーズにできること、これが失われた状態です。ではここまでで一章の内容をまとめます。尿は腎臓で血液から作られる。腎臓は血液の洗濯機である。膀胱は300から 400ml 入る尿の貯水タンクである。排尿は膀胱の筋肉の連携で起こる。解尿の条件は十分に溜める、すっきり出し切る。膀胱の伸縮性が失われたり筋肉が弱まると解尿できなくなる。男性なら40歳、女性なら50歳くらいからこれが起こり始めるということでした。では続いて2、尿でわかる病気のサイン。この章では尿の状態からわかる病気のサインについて紹介していきます。ここでは主に3点、夜間頻尿について、尿の状態について、最後にその他、この3つのポイントに分けて見ていきます。ではまず1つ目、夜間頻尿について。頻尿の原因は前の章で紹介した通り、膀胱が伸縮性を失い硬くなることです。じゃあなぜ硬くなるのかというと、膀胱で作られる一酸化窒素という物質が減るからです。一酸化窒素が減る原因としては細胞の錆だと言われています。細胞の錆というのは細胞の酸化のことです。体内では常にエネルギーの代謝が起こっていますが、この代謝が起こるたびに活性酸素が生成されています。この活性酸素を体が処理しきれなくなると細胞の酸化、つまり錆が発生するということです。そしてこの細胞の酸化、錆が原因となり夜間頻尿が現れていきます。でもって実はこの細胞の錆は生活習慣病のサインでもあります。つまりまとめると、夜間頻尿イコール生活習慣病のサインと言えるということです。特に頻尿に加えて排尿の量も増えている場合は生活習慣病の代表格、糖尿病の疑いが強くなります。では続いて2つ目のポイント、尿の状態についてです。注意すべきポイントとしては、色、泡立ち方、濁り、匂い、排尿時の痛み、排尿困難、残尿感といった要素になります。順番に解説していきます。まずは色について。色については濃くなっても特に問題はありません。尿の色が濃くなるのは単に水分が足りていないからです。しかし尿の色に関して一つだけ気をつけなければならないポイントがあります。それは血尿です。見るからに血のような赤やピンクっぽい場合もあれば、赤茶色っぽい場合もあると言います。黄色が濃くなったり薄くなったりする分には何の問題もありませんが、赤っぽい色が入ってきたら要注意ということです。これは膀胱がんのサインである場合もあるので、なんだか血っぽい色だなと思ったら迷わず病院に行くことがおすすめされています。この時痛くないから大丈夫などと決して思ってはいけません。通常血尿では痛みなどの苦痛は生じないからです。尿に赤っぽい色が見えたら即病院と覚えておきましょう。では次に泡立ちについてです。これも基本的には気にする必要がないそうです。勢いがいい排尿をすれば泡立つのが自然です。しかし以前よりも泡立ちが多くなったとか、しばらくしても泡立ちが消えないとなった時には、尿タンパク質や尿糖が出ている可能性がありますので、病院で尿検査を受けた方がいいでしょう。では続いて濁りについてです。これは気をつけないといけないタイプの症状です。健康な尿は色の濃い薄いという違いはあっても透き通っています。これが濁るということは塩類の結晶が混じっているか膿が混じっているかのどちらかです。
塩類の結晶の場合は尿路結石のサインであったり、尿を溜めたり排出したりという信号がうまく伝わらなくなる病気、神経陰性膀胱のサインである場合もあります。海の場合は腎臓の炎症や、女性だと膀胱炎、男性だと前立腺炎や尿道炎が起こっているということになります。尿道炎は淋菌やクラミジアなどの性感染症であり、性交をした相手も感染させてしまう危険性があるので直ちに治療が必要です。またこれらの尿の濁りで疑われる病気では、排尿痛や腰や背中の鈍痛、発熱、頻尿などもセットで現れることが多いので、心当たりがある場合はより注意が必要です。はい、続いて匂いについてです。匂いについては気にする必要はありません。尿の匂いは飲み食いしたものに左右されるという性質があります。例えばお酒を飲みすぎた翌日に尿が匂うように感じられたら、それはアルコールを分解するときに生じるアルデヒドという物質の匂いです。ですので一過性のものになります。匂いだけなら問題はないのですが、炎症性や可能性の病気のせいで匂いが発生するという場合もあります。ただこの際は先ほど紹介した通り、尿に濁りが見えますので、そっちに注意するべきです。というわけで以上が脳の状態についてです。では続いてはその他に注意すべきポイントについて解説します。まずは排尿時の痛みについて。排尿時の痛みは感染症のサインです。女性の場合は膀胱炎、男性の場合は尿道炎の可能性が高いと考えられます。こちらも尿の濁りと併発することが多いそうです。では最後に排尿困難や残尿感について。これは加齢によって起こるものが多いです。男性なら40歳、女性なら50歳を目安にこういった症状が起こり始めます。その場合は特別問題はないそうです。しかし若くしてこれらの症状が出たり、あるいは排尿痛や血尿、失禁、脇腹や背中の痛みと同時に起こった場合には、膀胱炎、前立腺炎、尿道炎や結石のサインである可能性がありますので、この場合も診療を受ける方が良いでしょう。というわけで以上、尿でわかる病気のサインについて解説しました。では続いて3、尿の健康を維持する方法。最後の章では尿の健康を維持する方法です。ここでのポイントは他の健康法でも定番の運動と食事です。まずは運動について説明していきます。尿のトラブルの一つの原因は膀胱の筋肉です。膀胱が柔軟性を失ったり衰えたりすることが頻尿、尿失禁、排尿困難、残尿感の原因の一つとなります。そして筋肉であるわけですから、衰えても鍛えることである程度は蘇らせることができます。膀胱の筋肉そのものは意図的に動かすことはできませんが、下腹部を動かすことで間接的に膀胱の筋肉に働きかけることができます。こうすることで膀胱の筋肉がストレッチされて十分に溜める、すっきり出し切る、つまり排尿に近づくことができます。ここでは具体的な方法を2つ紹介します。まず1つ目は肛門エクササイズです。これはとても簡単でいつでもできるエクササイズです。肛門をぎゅーっと5秒間くらい締めて、その後緩める、これだけです。これを10回ほど繰り返します。続けていくうちに膀胱の筋肉がストレッチされて、膀胱の血行が良くなり、膀胱の柔軟性が復活します。続いて2つ目の方法は尿道エクササイズです。これもとても簡単です。トイレに入って排尿する際、3秒から5秒くらい我慢する、これだけです。ほんの数秒我慢するだけでも膀胱の筋肉がストレッチされて、すっきり出し切ることにつながります。ただし長時間我慢するというのはおすすめできません。これは体に良くなくて膀胱炎を招く恐れがあります。また膀胱の筋肉に働きかける以外のアプローチとしては、男性ホルモンの一つ、テストステロンの分泌を促すという方法があります。テストステロンには膀胱の柔軟性を高める効果があるそうです。そういうわけで排尿の維持に効果的です。でもってこのテストステロンを分泌させる方法については、このチャンネルで今までたくさん話してきたように、やはり筋トレです。筋トレの中でも特に効果が高い方法としては、体の中で最も大きい太ももの筋肉や体の芯の筋肉、つまりインナーマッスル、これらを鍛えるような筋肉が効果的です。太ももの筋肉を鍛える方法は筋トレの王道、スクワットです。運動に慣れていない方は朝晩10回ずつくらいから始めてみると良いでしょう。そしてインナーマッスルを鍛える方法はプランクと呼ばれるものです。これも有名ですよね。こちらは本書に載っている図を引用させていただきます。本書では普通のプランクと膝つきプランクが紹介されています。
30秒程度体の状態をキープできればある程度効果を見込めます。無理なくできる範囲でやってみましょう。では続いては食事について説明していきます。ここでのキーワードはアルギニンとシトルリンです。このアルギニンとシトルリンは膀胱に柔軟性を与えてくれる成分の一つで、一酸化窒素の生成に役立ちます。アルギニンを多く含む食品はここに示す通りです。エビ、ホタテ、イワシ、サバ、カレイ、サケ、サザエ、アジなどの魚介類、鶏胸肉、豚ヒレ肉、牛もも肉、マトン、豚もも肉などの肉類、かぼちゃの種、落花生、ごま、松の実、アーモンド、エゴマ、カシューナッツ、アマニ、クルミ、ブラジルナッツ、ひまわりの種などの種子類、高野豆腐、湯葉、煎り大豆、納豆、豆腐、おから、そら豆、ひよこ豆などの豆類、以上です。続いてシトルリンを多く含む食品としてはここに示す通りです。ウリ科の植物、例えばスイカ、メロン、トウガン、キュウリ、ニガウリ、ヘチマなどです。はい、ざっくり言うとアルギニンはタンパク質が豊富な食品に含まれています。魚や肉や種類や豆類です。ポピュラーな食品も多いので食事のメニューの中に取り入れるのも簡単だと思います。それに対してシトルリンが含まれているのはウリ科の植物ということなので、少し意識して摂る必要があるかもしれません。アルギニンとシトルリンを合わせて摂取できる理想的な料理としてはゴーヤチャンプルーが挙げられます。尿の健康を維持したい人は意識的に日々の食事に取り入れてみるといいかもしれません。ではこのあたりで最後に内容をまとめます。1、健康な尿とは十分に溜める、すっきり出し切る、そんな尿が健康な尿だということでした。2、尿でわかる病気のサイン、夜間頻尿、排尿痛、尿の赤み、濁りが出てきたら病院に行きましょう。3、尿の健康を維持する方法、大切なのは運動と食事です。運動は肛門エクササイズ、尿道エクササイズ、スクワット、プランクが有効です。食事はアルギニンとシトルリンを取れる食品を取りましょう。アルギニンは肉、魚、種、豆類、シトルリンはスイカ、メロン、ゴーヤ、キュウリなどを食べましょう。今回紹介した本、寿命の9割は尿で決まるについてまだまだ紹介できていない部分が多いです。これから健康のために尿のことをもっとよく知りたいという方はぜひ本書を手に取ってみてください。いつも通りリンクは下の概要欄に載せています。というわけで今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。このようにこのチャンネルでは本の解説と人生の役に立つ知識の紹介をしています。最新の動画を見逃さないためにもぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。